ダイオウサソリは、サソリメコガネサソリ科に分類されるサソリ。体長200ミリメートル以上、体重30グラムに達する世界最大級のサソリ。種小ウ,ウインペラトルは、皇帝の胃。体色は青みがかった黒。最大で30センチメートル近くにも達すると、言われるが、ペットとして移入されるのは、体長100から170ミ、mm、リメートル程度の個体が、ほとんどである。 禁煙種のチャグロサソリに比べ、全体に横幅がどっしりし、ハサミが円形に近い。チャグロサソリは、やや細身で、ハサミの形も長方形に近い。性質はおとなしく、毒性も弱いと言われる反面、ハサミは太く、頑丈で力は強く人間でも挟まれれば痛く、出血することもある。ワシントン条約の最適素通で保護されている。アフリカ大陸中西部。 毒性は弱く、刺されても腫れる、痒くなるという程度だとされ、刺されたことで重篤なケースに至った例は、現在のところは知られていない。本種の近似種でも毒性は、体の大きさの割に低い種が多い。レッドクローエンペラスコーピオンチャグロサソリ強力な、フレッシュでコオロギを捕らえた。捕まえたコオロギを食べる。妊娠中のメス。腹が膨らんでいるのがわかる。 熱帯雨林の臨床に生息する。夜行性で昼間は地面に掘った巣穴や倒木の下などで休む。食性は動物食で昆虫類や節足動物などを食べる。獲物はフレッシュで捕らえ切り刻んでから食べる。本種が毒針を使用するときは自衛行為である場合が多い。繁殖形態は卵体制で十数匹の幼体を生む。 生まれたばかりの幼体の色は白で、メスは幼体を背中に乗せて保護する。幼体は一週間ほどしたら、母親から独立して生活するようになり、三年で生体になり、寿命は最高で10年ほどとされる。飼育家の個体。2005年には、大阪府豊中市のマンションの一室に、ペットとして飼育されていたと思われる本種が侵入して、捕獲され、警察が、 取得物として預かるとともに、周辺住民に聞き込みを行う騒ぎとなった。管理者の怠慢によって、トラブルが発生した場合、毒性は低いとは言えさそりということで、近隣者に無用な恐怖を与えてしまう恐れがあるため、飼い主やペット業者の管理は厳重さが求められる。ありがとうございます。